はいどうも、今日はですね、北海道一人旅ということでね、この結構有名らしい公園のね、あの中島公園っていうところにね来たんですけども、今日はねちょっとここをね、ちょっとお散歩していきたいなって思います。はい、ということでね、あのここの公園の一番のなんか見どころでもある大きな池があるんですけどね、これ本当にこれ伝わるかな、すごい広くてですね、このボートとかもね焦げるみたいなんですけど、すいません、ちょっとカメラ撮ってるんで、離れてもらっていいですか。すいません、これ動画だろ。動画ですけど、許可取ってんのか。いや、ちょっと許可は取ってないんですけど、人には迷惑かけてないんで。いや、迷惑どうこうじゃなくてさ、許可取ってんのかって。いや、ちょっと取ってないですけど、許可取れよ。すいません、俺写せ。はい、ということでね、ちょっと怒られちゃったんですけど、ここもなんかすごいいい感じの通りで、いい感じの通りなんですけど、 いやこれもね、許可取ってんのかよ。何でしょう、やっぱこの辺に住んでる人からしたら、許可取ってんの。俺は住んでる。散歩とかにはね、すごくいいんじゃないかなっていう。おい山田、おい、お前中学の時の山田、忘れねえか、お前、ね、俺にやったこと忘れねえか、お前、おい俺とるって忘れねえか。はい、ということでちょっと変な人にちょっと絡まれちゃって、もうちょっと公園出ようかなと思うんですけど、まあこの公園自体はすごいもう綺麗で、あの木々たちがたくさんあって、おい山田、何なんすか。俺忘れねえかな、お前がやったこと。何なんすか、お前、俺生きてると思ってなかったの。びっくりしたか。いや、おい、生きてるからな、俺。お前に作られた傷、まだ残ってるからな、お前。何なんすか、本当に。絶対覚えてきて、復讐したかな、お前。何なんすか、もう。おい、うっせえよ、俺うっせえ。山田って誰だよ、もう本当に。しつこいっすよ、本当に。何なんすか、もう。おい、誰だよ山田って。復讐やった。ねえ、お前。許可取ってんのか、お前。許可ってなんですか。さてはお前。お前も山田だな。山田じゃないっすよ。山田。来るな。なんで来るな。来るな。俺、何なんだよ。来るな、来るな。俺何なんだよ。まだいる。くそ、来るな、来るな。言ってんの、おい。許可取ってんのかよ。何なんだよ、おい。復讐してやる。山田。山田。はい、ということで、今回動画はここまでになります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それじゃあまたねー。